どうなん？レアルマドリードが弱い時期は見なくなるん？そんな時期ない。多分弱くなることない。グローリーハンターってほんまややわ。海外サッカークラブのファンがサポーター名乗るのとうちのチームっていうのもいや。自分が住む地域が好きや印この地域を盛り上げてくれるチームが好きが正当。今季のリーガー面白そうや。レアル1強すぎて見る意味ないだろ。バルサも軟弱だし。サッカーがレアル1強やから一生サッカー見れへんやん。クリロナ抜けてくるとは獲得。FW 即戦力補強なしの時は低迷してたやろ。弱いアオリーとかただのブサイククロンボ集団じゃん。人生負け組のヤオセロナほんとぶざますぎて笑える。マジでいつも強いクラブだわ。そういう質問はしてファンにしろよ。海外の選手は追いかけるけどクラブはないな。縁もゆかりもないし選べへん。一時期 CL ベスト16敗退連発してた時期が暗黒か？リオンに駆られまくってた時期。あいつら勝った試合のハイライトにしか現れんクソに若だぞ。金とブランド力でいい選手順番にかき集めてるだけのクラブ。応援する意味ないわ。ロナウド以外ゴミだよあんなクラブ。シティがどうしたって？ええやん。金がなくてブランド持ちに落ちたセリエのチームが好きだけど金がないって夢も希望もないよ。そりゃ弱いよりは強い方が良いに決まってるし、みんな強いものの味方だからね。しょうがないね。プレミアのファンってやっぱ金がなくなったらファン辞めるの？と同じことじゃないかな。とりあえずマドリーが長期間が暗黒期になる可能性があるとしたらペレスが辞めていこうだろう。その時どうなっていくかだ。3連覇以降のサポは大して強さなんて求めてないぞ。個性的なキャラとチームの雰囲気を楽しんでる奴が多い。